やばい。めっちゃ伸びてくるじゃないですか。今日一で伸びてるよね。よいしょ、危ない。ギリギリ。あんな伸びたらさ、絶対戻るとき大変だよねそんなこと言ってる場合じゃないけどさ、めちゃめちゃ戻るとき大変そう。あんな細い通路通っちゃって。突っかえてない？大丈夫？先生、逆に心配になってくるね。で、雨が降ってるのかな。さあ、お外に出ました。おー、これあれかな、そろそろチャプターが次に移りますかね。こっちは大丈夫かな。飛んでこう。ここですかね。ああ、いいね、この視点。で、ここにも服がある。サラリーマンの方かな。スーツね。トランクかな。で、これはこれいけるかな。ごめんなさい、俺が右側行くべきだったね今。こうか。これも奥行きを使ったギミックになってるんだな。持ってますね。で、このテレビ使って飛んで、もう一回ジャンプ。 OK。 なあ、ちょっと手を差し伸べようと思ったら大丈夫だったようです。これなんだな。ファントムさんもいる。いただきます。これなんだろうね。持ってきます。でもあれか、結局置いていくしかないのかな。びっくりした、これ顔に見えちゃった今暖房的な。あ、これってさ、シックスさんのレインコートではってことは、やっぱりこの子ってシックスさんで合ってたのかな。着るのかな、ここで。おお、なるほど。とりあえず手をつなぎましょう。手をつなぎましょう。手をつなぎましょうなあ、やっと繋いでくれた。あれってノムさんかな。なんかほっと寄りますよね。さあ、では行っちゃおうか。協力して、あ、切れた。これはどうなんだろう。お外に出てしまって大丈夫そうか。結構降ってますね。ね、多分右に行きたい。よし、で、テレビの上乗って、で、この上乗って、危ない。ギリ大丈夫だったかな。で、ここを押して、で、シックスさん大丈夫かな、これで。で、来ることできますので、先に行きましょう。さあ、おそらくまたチャプターが変わるのかな、この辺から。なんかこの辺りさ、ファンタムさんいそうじゃないと思っちゃったけど、大丈夫かな。さあ行きましょうか。学校の次はどこだろうね。失礼します。これは、これなんだ、なんかに使うのかな。とりあえず進んでみようか。いらっしゃいますね。ってことは病院かなあ。割ってしまった。多分大丈夫。行きましょう。病院か。危ない。結構グイグイ進んでいますね、シックさん。さすがです。さあ乗って飛んで、で掴んで上かな。よし行きましょう。これまたすごいね。よし、OK。一発。これなんだ？取れた。どっか別にはめるところがあるとか、そういう系かな。あれっぽいかな。ちょっとはめてみようか。はい、なるほどね。でさ、あとこれは大丈夫なのかな。開きませんね。これ大丈夫か。おお、これかな。オッケー。さあ行きましょう。危な。なるほどね。そこ長居したらアウトだったんかな。ってことは恐ろしいですね。これ大丈夫か。多分あんま飛びすぎたりするとあかんやつだったかもしれないですね。これはおライトか。さあ A でライトを使う。なるほど、これはありがたい。マジで助かる。で、目玉がありますね。さあ、進んでいこう。これ右もあるけどさ、これ奥もいけるんじゃない？ちょっと奥から行こうか。どうなってる？あ、ファントムさん、いただきます。ここでなんかやろうとしてたのかな？この辺大丈夫か？使いました。大丈夫でした。いやーでも明かりあるだけでもだいぶ変わるね。かなり助かりますよ。なんだろうね、バーンって出てきそうな感じもするけど、まだ大丈夫かな。こっちは大丈夫か？さあ。これなんだろう、自販機。出てきました。あ、いっぱい出てくる。これで全部か？でも、どうすんだろうね、これ。なんかに使えるのかな？あの上にある数字は何なんだろう。これね、249。で、スイッチもあるんだけど、あのさ、手前の右側行ってないので、ちょっとそこだけ見てもいいですか？明かりをつけよう。こっちね。なるほど、いけないか。わかりました。じゃあ、スイッチ部分ですかね。よし、行こう。じゃあせっかくなので使わせていただきましょうか。はい、届いてない。ちょっと近かったかな。はい、 OK で開いていきましょう。そろそろ出てきそうじゃない？テレビか。あれは患者さんですかね。おで、また合わせるのかな。この辺か。何度かやる。この辺。もう一回か。3回目。ここかな？よし。で、またあの扉ですね。で、やっぱり戻されますか？結構広いね。さあとりあえず手をつなごう。2階もあるけど1階から攻めていくか。エレベーターかな。これは関係ないかな。さあここはこの駅になるよね。クマさんのぬいぐるみですかねの中に鍵がある。これヒントっぽいよね。えい、これなんでしょう。なるほど、そういうことか。で逆もできると。来ちゃったシックスさん。何の時間よこれ。お茶目ですね。さあということでこの中からってところか。ちょっとぬいぐるみさん持ってこうよ。シクさん違うもの持ってきちゃったけど、まあいいか。まああればあるだけいいんで置いていこう。まあ要はこうやって中を確かめるんだよね。めっちゃポーズ決めてくるじゃないですかシックスさん。でさっきのは入ってなかった。多分ねどれかのぬいぐるみの中に鍵があるんだ。シックスさん気に入ってんのかなそのおもちゃ。待てね待てね、地味に難しい。 OK、 はい、一回一回決めてきますね。ってことはこのぬいぐるみかな。このお部屋はお部屋で気になるけど、とりあえず鍵出そうか。多分今モノさんが持ってるぬいぐるみの中にあるはず。はいですね、入ってるわ。さあみんなでみんなで移りましょう。じゃあねこれをどうするかなんだよね。どうすっかな。パッと見あの部屋はなんか取り出せそうなものというかそういうのなかったよね。ってことは持ち込むのかなどっかに。これ多分エレベーターだよね。一応エレベーターの中も持ち込めるっぽいけど、一旦置きますか。わあ、めっちゃなんかありそうじゃないここ。ただあれか、カメラの位置的にわかんないな。まあとりあえず大丈夫ということにしておきましょう。うわー消えちゃった、ごめんね。これなんだ。あ、そういうことか。マジか、そうしてしまうのか。多分入れるんだろうな。すまねえ。危ない危ない。モノさんも入るとこだった。あ、それも入れるんだ。はいで、これで多分鍵が取り出せる。さあ、懐しまっていきましょう。ただね、鍵を先に手に入れてしまったよね、今回。どこで使うんだろう。2階かな。多分1階はこれだけだよね。じゃあ次上行ってみようか。多分この部屋は大丈夫。さあ、登って。なるほどね。探してくるんだ、2つ。そういうことね。こんにちは。なるほど。じゃあ、あれかな。鍵の部屋がどこかしらにあって、そこで1つ目見つけて、まず左の部屋に入って、そこで2つ目を見つけて、こっちっていう。順路的にはそうなるか。で、ここっぽいね。じゃあ最初は行くべきところはおそらくこの場所だ。行きましょう。うわぁ、なんだろうね、ここ。手術室みたいな、そういう感じかな。これは一旦奥から行こう。なんかあるか。ファントムさん、いただきます。え、何をしようとしたんだよ、ファントムさん。あのおもちゃかな。で、こっちはいけない。あの上かな。ってことは、モノさん単独行動ですかね。あれはなんか微妙に眩しいって感じの。モーションするんだね、シックスさん。明かり向けるとかわいい。教えてきます。これは下から通るのかな。なんだ手。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。